緊急展開部隊は、コロンビア陸軍が設けたタイゲリラ戦を目的とした、緊急展開部隊。司令部は取れまいだ。五個機動旅団と戦闘任務支援大隊を霊下に置く。独自に、ヘリボーン作戦を実行できるように UH-60 ブラックホークとミ、m -17 を有し、これだけでなく、コロンビア空軍の支援も得る。緊急展開任務に対応するため、 国内のジャングルや荒野や砂漠で作戦できるように訓練を受けている。1999年12月にアンドレス・パストラ・ナアラン五大統領の命により創設される。当初は第1、第2、第3の3個の機動旅団が新設されたが2007年にさらに第7、第10の2個機動旅団が増設される。緊急展開部隊はコロンビア国軍による 相当作戦で重要な部分を担った。コンキスタ作戦、トルメンタ作戦、ベルリン作戦、ガトネグロ作戦、サントゥアリオ作戦、TH 作戦などに参加し4万2000平方キロメートルの国土を回復した。一度は拡張した地域のうち5個の自治体の長の地位を復旧した。海空軍も参加する行動任務部隊、オメガによる JM 作戦により、 強制執行は停止される。緊急展開部隊は合同任務部隊オメガにより割り当てられた区域内でテロリストグループとその指導者を制圧するため不規則な構成作戦を展開する。緊急展開部隊はコロンビア陸軍の精鋭部隊として確立される。部隊は戦略的目標に対して適正勢力を圧倒すべくよく訓練される。階級は少々。 または中条。ありがとうございます。